リバイバルの時が始まって精霊の力が強い技が始まっているはずなのになぜこんなに問題や困難ばかりが続くのだろうそもっているものよそれはおかしくありません私があなたに栄光を表らす方法はあなたの思いとは違いますその困難や最悪と思える状況の中であなたの目をまっすぐ私に向け私にお見上げなさい私の愛も約束も何一つ変わってはいないあなたが私に心をさめ 私をめげて私を褒めたたえるとき、その困難の中で、最悪の中で私を褒めたたえるとき、あなたは私の霊に満たされ、私の言葉に満たされるだろう、そこから奇跡が始まる、そこから私の大いなる技が、救いが、癒しが始まってくると、主は押されますこの今、一人一人が使わされているその場所で賛美の声を上げ続けていきなさい。このの私はあなたの賛美を知っています ままたたあなたの賛美を見ている都市は言われます豊かな報いと恵みが注がれてくる巻いたものの買い取りとともにあなたが巻かなかったものを刈り取るようになる私はこれから豊かな恵みとアリみを注ぎ救いの業を与え人々を増し加えていこうえ本当に人々をやっていきますあなた方は信仰の備えと信仰の対応をしっかりさせなさいそう口では言っていても実際のところ全くそういう対応を取ってない教会があります 人々はやってきます。しっかりとその対応と言いなさい。私は喜んであなた方のところに送り、私の民を引き寄せようと主はおされます。あらゆる民族、あらゆる国語、そして天の多くの賛美体とともに、私はあなた方を一つとし、この時代における大収穫へと導いていくと主は言われます。愛する天のお父様、賛美、えー、賛美体の後の世界を本当にありがとうございます。 肉体は疲れていても、あなたは霊を一新し、体もリフレッシュしてくださることはありがとうございます。一つ一つの賛美対応、本当にありがとうございます。また今日残られた人一人を心からありがとうございます。インターネットで共に愛された人一人はありがとうございます。今から見言葉に聞きます。短く話しますが、言葉数が多かろうと少なかろうと、神の言葉によって私たちを生かしてください。あなたの言葉によって私たちの霊を強め、魂を養い、信仰を立て上げて私たちを生かしてください。 私たちはあなたに期待いたします。信じます。感謝します。イエス様のお名前によっておいたします。アめん。心配しましょう。ハるりゃどうぞお座りください。私たちは愛して十字時間かかり、3日目の目で一緒に期待しましょう。短く話します。第二歴代史の20すね二22節を言いますね。763ページ。一つ前の方は698から9です。 時間がありままませんので読ませていただきます第二歴大師20章の2122それから彼はこれヨシカテオのことです民と相談し主に向かって歌う者たち聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命した彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった主に感謝せよその恵みは常しえまで彼らが喜びの声賛美の声を上げ始めた時主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人マブジンセイルさんの人々を襲えれたので彼らは打ち負かされたうんんと続きます もうご存知だと思いますけれども、ヨシャパテとい,という王様が大軍に攻められてきて、もう絶対絶命の時に、神様が、これは神の戦いであるって語られて、明日帰らに攻め下れって言われたんですね、そしたら彼らはその言葉を信じて、主のおっしゃる通り攻めていくんですかその時に、もう神様は勝った、勝利したと言っておっしゃったから、じゃあ、三尾を立てようと言って、三尾を前に出してですね、そして、ここに書いてあるように、主に感謝せよ、その麦は常しはまでってこう、本当に感謝しながらね。 これの、うんと分かりやすく言ったら、あのパウロクスが言われるね、もう勝った、もう勝ったってね、もうで手を打たないとね、もう勝ったって言うとおかしくなるから、<laughs> 今の分かりました <laughs> 早すぎたかなあの。もう勝ったじゃなくて、もう勝った、すでに勝ってるぞ、すでに勝ってるぞって言いながら、賛美して出ていったということなんですね。でこれはあの、我々はこの後知ってるから、落ち着いて読んでられますが、普通で言ったら、です敵の圧倒的に強い敵を前にして、 武器を何も持っていないサンビタが前に出ていって3秒歌う。ダビの街を歌いながら出ていって,って私は後ろから、芝と後ろからゆっくり進んでいく。<laughs> とんでもない牧師になりますよね。ところが、神が勝利を与えたって言われたのでそれを礼拝するために前に出したんですね。すごいあの彼らの信仰なんですよね。でそして本当にに彼らは喜びの声でサンビが上げた時に 福平は福平はいろんな説があります、地元の兵だとか、寝返った兵だとか、天使だとか、本当のところわかりません、天に行って神に聞きましょう。でも間違いなく神が福平と親のれれ備えられて、敵軍をやっつけてくれて、道州寺が始まって、全滅したんです。全滅です。神があたくときは全滅なんです。この日本にそれをやっていきます。いいですか、ちょぼちょぼ救われるなんて思わないください。我々は全く勝てないんです。 圧倒的に5月にですけど、神様が賛美太を立てた後に、この日本の霊的な壁が打ち破られて、全滅がやって、メスタ爆発的に育えてくるということですね、それが起こってきます。で、その時に、今日でも話したいことは、もうここ賛美太を立てていったら勝ったっことか、皆さん,やってるん知ってるんですよね。でなぜ賛美太をヨシャパ前に出せたのか、神から言葉が来たから、神が、この戦いはあなた方の戦いでも私の戦いだと言ったから、その通りなんですけど、そんな簡単に信じれるんでしょうか。 神様がこの戦いはあなた方の戦いでは私の戦いだ安心していきなさいハレルギーってそんな簡単に言うでしょうかわ <laughs> りね、ちょっと不思議だった正直言ってね、確かにそうはそうだけどと思ったけど、これね、実はね、日曜日説教したんですけど、ヨシャパテ王は、この、詳しく言いません一1節から4節で大君やっていくるんです。でもう絶対絶命になるんです。その時まず5節から12節までで祈りをするんです。 実はこの祈りのところに鍵があったんです。神から言葉を受ける前にヨシャバテオはもう神様に向かって悲惨な状況の中でもうユダの全国民と一緒に断食をして本当に悔を改めて神に切なる求めを持ってもう幼い子供たちも一緒に全部で神を見てるんですね。その時にしたことは「助けてー!」って言ったんじゃないんですよ。彼がしたことは神様を賛美することから始めたんですよ。ヨシャバテは 目の前の敵を見たのでもなく、状況を見たのでもなく、自分たちの力のなさでもなく、もう自分たちは全く勝ち目がないということを100%認めた上で、まず神の前に出て民、国民と一緒に神を見上げたんです。まあ、新約でいえば、イエス様の十字架と,と見,上見上げた、そして神を褒めたたえ始めたんです。あなたは天皇の神、この敵さえも支配し治めていれる意図高い神、あなたには何も不可能ありませんと神を褒めたたした。そして まあ詳しく言うとね今までやってきたことを神様が語るんですでもまず神に目を向けたんですその時に神様から言葉が来たんですねで私たちね困難とか問題が起こることは避けられないと思ってください神に従ったら祝福かというと祝福なんですけど大体祝福は困難やぶつかりや戦いから始まります主に従う人は十字架が許されるんです主に従う人たちはサタンが怒るんです主に従いねそこら辺にいるときは サタン来ませんから安心して <laughs> でも、主に従っていくと、サタンはやってきます。潰しに行きますね。こそることはない。でも、肉で戦えても勝てないんですそこでどうするかって、そこで主を見上げるのです。イエス・キリストを見上げる、新約といえば。十時間かかるほど大しかさったエス様、死ぬ時間って復活されたエス様、このキリストの目を向けていくと、目の前の状況がどうであれ、キリスト内は変わらないんです。 キリストは今日も生きておられるんです。キリストには不可能はないんです。その方に目を向けると、賛美が生まれてくる。そして、その方に目を止まると、喜びや部屋が返ってくるんですね。そこで神様の言葉を受けたときに、私たちは、今日はなく信じることができる。ヨシャバテはまず祈るときに、まっすぐ神に向かっていって、神を礼拝したんですね、心から。全国民と一緒に。で本当にこれね、今日はも詳しくありませんけど、こうやったその後に、言葉が望んだんですよね。 そしたらその言葉を信じて彼らは出ていったんですよね。こうなんのすね、義明の,のとおもそうなんですよ。天使が来たときね、天使が神様が来たときね、義は敵か味方わからないから、あなたは敵ですか味方ですかと、私は主の軍の将としてきたと言われて、ひでくすでしょう。あれ、新約といえばス様です。イエス様を見上げた。まず最初にイエス様を見るんです。そのイエス様を見たときに、まあ、神を見たときに、彼はあの言われた通り、エリコを7回ることができたんです。神を見たから。 状況を見てる人は神から言葉が来てもそれを素直に受け取れませんそうは言ってもそうは言ってもでもでもでもストライキーってのなるんですねこれが分かる人は私の世代です <laughs> でねイエス・キリストに目を向けて神に目を向けて,ていくときに私との内側に神様だったら神様を賛否し神を見ていくとそこで与えられる言葉に対して 本当にまっすぐ受け取れる信仰が与えてくるんですあの信仰でね、頑張って目出すんじゃないんです主に目を向けるときに主から言葉とともに注がれてくるんですねそれをでき、ね、あの覚えておいてほしいと思いますで、神は語ってくださいますからね神の場でとくに従うとね、奇跡が起こりますので、ね、それをね、覚えておいてほしいと思います4月7日にオーストラリア人が27人プラス1日本人が来ましたそれは英語のホームページを見てです英語のホームページはずーっと遺伝から言ってました でもそれを作ってくださる方が超忙しくて作ってくれませんでした責めはしませんでもあると一緒に示されましたこれを早急に作りなさいって牧師会で言いました優先して作ってください作ってくださるまではあの今週中にで,できなかったらあなたは牧師停止です作ってくれましたとっても今できたその英語のホームページを見てカエル来たんですで同日通訳をすにやりました朝の礼拝をそれを準教聖下の頃から始めました 彼らはそれを聞いて寝るしやったんですね。わ、ま、し、あ、偶然だと思ってないんです。こっちが神様のことに応答したときに来たんです。でもなんで応答できたかというと、神,を神様を礼拝して見上げたときにその力が来るんです。イス賛美体というのはねあの、でっこうじゃなくて最悪のときに神に向けて賛美する。そのときにそこから足の言葉が来るんですね。 力がつくんじゃなくてもう最悪の時にそこででも神に目向けて賛美していく時に主の力を注いでくいくんですね。そして言葉が来るんですね。それを、ね、是非ね覚えてほしいと思いうます。はい、駆け足でしたけれどもね、ちゃんと6時に終わりました。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたへ来たる神様で、これからちょっと今まで見なかったことをなされることを覚えてありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りをかけますので、まず悔や改と申しましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですかって、体とか心の問題がある方はです、ね、体が痛んでいる方はそこにいておいてください。心に痛みを感じる方は胸にいておいてください。霊的な問題を感じる方はお腹にいておいてください。自分はいいんだけど、家族や友人でそういう問題がある方は、その方を思い浮かべてください。その方がどこにいても主はそこに手を伸ばされます。で体は問題ないんだけども、境内の問題、お仕事のこと、人間関係、どんなことでも構いません。 あなたがその心からそれを死に求めていきましょう。ここにキリストは見せておられます。この方に祈ってください。主は答えてください。私も祈りますので心を合わせて祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって心を合わせて祈ります。一人一人の手を置いている場所に触れて癒しを与え、心を健やかにし、霊を解放し、精で満たし、離れて問いなしていたらその方がどこにでも、今その方に手を伸ばしてください。 経済を生み出し、問題に対する解決を与え、勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されなさい。がん消えてなくなれ。良性腫を悪性腫をその人の体の内から完全に消えてなくなれ。体の痛み、病気のすべてを今イエス・キリストの十字架にその人のところから持っていきます。イエス様は全部引き受けて、それを持って十字架にかり、地獄に行ってくださいました。 地後に甘い世を捨てて、復活されたしよう。今、その復活の力をその人に添えてください。心と体を霊に復活の力、生の力をとやらします。イエス・キーストの名によって、やっされよしびれを切れて、消えてなくなる痛みを腰から,から、膝から、首から、背中から、癒っさってみずる。消えてなくなるリウマチ、癒っさってみずる。完全にやっされよ。糖尿病、癒っさってみずる,る。完全に治れ。 眼圧が悪い方、正常な眼圧にしてください。ある方は血圧が高く、ある方は血圧が低いです。正常な血圧にしてください。薬を飲んでいる方、薬が必要でなくなるぐらい、あなたの鑑定な足を与えてください。脊柱管狭窄症、エステを止めて,てる。やっされよ。あ目,目のなんか目がちょっとおかしい方ですね。目に触れてください。最近手が極端に落ちた方、神はあなたの回復を与えられます。 イエス様今視力を回復させてください。イエス様って目に触れてください。視力よく回復する。イエス様って宣言する。感謝します。ありがとうございます。肌でね歯。歯の調子が悪い方虫歯ですかね。温暖している方の中にいます。イエス様今その方に触れてください。イエス様っ止めてる。やっさりを。不眠の方夜眠れない方。イエス様との不眠の霊不眠よ。その人の力出て行けうつ病。 イエス様って命ずる鬱の霊をその人の力され感謝しますありがとうございます全くお揃いを締めします今シャロン、シャロンシャロ,ン,シャロン神様の前でお揃を断ち切ってください平安あれありがとうございますイエス様の名前によってお祈りいたしますアメンまず主に感謝しましょうハレリアーえーっと チェックをしてくださいあとオンラインの方もね、メキね、それで、変化があった方がいたら教えてほしいと思います。で、もし誰かのことを祈った人がいたら、必ずこのあと連絡を取ってください。そして、そこで、神のまたがおたしを褒めたたえましょう。何も起こってなかったら、あなたが祈ってください。その場ですぐに、あなたを通して神が働かれますのでね、期待してほしいなという思いますと。信じる人を通して神はまたをなすので、ね、それをね、覚えてほしいと思いますね。はい、私がさい。はるるさん、します。 ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ恋願くば、主イエス・キリストの恵み、死なる神の愛。 正論したしき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今もの地元・支援までも豊かに限りなくありますように。アーメンどうぞおいください